打った打った、これはどうだ、レフト伸びた、よくた、入った、ホームラン、サヨナラホームラン、素晴らしい。弾道の打球はファンの目に焼き付いたまま左中間スタンドへ消えていきました。新米の私が選んだのは今年2020年3月22日練習試合の田口和人投手の好投です。本来であればこの日は開幕3戦目だったのですが、無観客の練習試合が組まれまして、開幕ローテーション入りを目指す田口和人投手が登板し、5回1失点と好投しました。田口投手は昨年主に中継ぎとして登板しました。しかし今年は先発として活躍したいと2月のキャンプから精力的に練習を行っておりました。この日の取材でも先発としてマウンドに上がれることを幸せに感じている、そう話していたんです。ここはショートゴロになりました。最後は見事注文通りのダブルプレーという田口、5回投げ切って1失点で今マウンドを降りていきました。まさにこの日の登板でもその喜びや幸せを体現しているかのように楽しんで投げている姿がとても印象的でした。また田口投手といえば、球団公式インスタグラムに上がっているモノマネクイズ、こちらも非常に話題となっております。そのクオリティの高さはプロ野球ファン必見ですので、まだ見てないよという方はぜひ確認してみてください。普段の真剣な表情とはちょっと違ったお茶目な選手たちの姿を見ることができます。今年は SNS などを通じて選手たちをより近く感じることができたという方が多くいらっしゃるのではないかと思います。その選手たちが躍動する姿を一緒に楽しみましょう。今年もプロ野球をお楽しみに。